はいどうも、カードショップ山本の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG カネル動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、グリクシスミッドレンジということで、今回はねちょっとハンデス追加しました。戦慄の遁走、まあ、あとそれプラスシェオル1枚増やしたのかな。まあカウンターはちょっと減らして、はい、ちょっと調整してみました。まあ、こっちの方が多分ね、今の環境だったら勝ちやすいんじゃないかなと。まあ、ちょっと微妙な差ですけどね。さあやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。血を出してターン終了。白か。さあ戦慄の遁走、天使デッキですか。さあ鏡割りの銀は、さあ2枚捨ててカード2枚引く。さあアタック。まああと放浪王がどうかですね。まあここで先に出してくれる分にはすごくやりやすいよね。さあ絶望将来。さあターン終了。さあ死体鑑定士。しようかな。ターン終了。やりにくいな。引き消し行くか。さあアタック。ターン終了。
まあ、聖域の番人は出てくるとして、どう突破していくか。天使火の覚醒がね、非常に嫌なんですよね。ターン終了。とりあえず1回はねカウンターできるんで、そこで勝負決めたいんだけど、この1点回復すらちょっと鬱陶しいな。あ、でも2点ダメージあんのか、これでかいな。さあ、ヒン、これは行ったか。さあ、この1点がめっちゃでかいね。1点、2点。さあ、ジアータ追放。敗退戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。これはでも難しいね。まあ、相手何を置くかか。そう来るなら、はい、よろしく。見た目の動きちょっと潰しに行きましょうか。何にもなかったマジか。やだな、44になられるのがきつい。さあ、カード引く。さあ、ここでシェオル行きましょう。きっつー。これ絶望将来食らったら終わりですね。1マナでそれされるか、まいった。ちょっとそこはね、想定外でしたね。まさか持ってると思わんかった。
さあ銀行へ。これはちょっと難しいかな。さあカード引きます。難しいね。どうする？まあでもここ倒しとかんとどうしようもないな。倒しとこう。さあターン終了。まあ、これは仕方ないの。さあ日に、まあ一発目はね、一発だけはこれでいけるけど、その後だよ。きついのは。さあ死体鑑定士。殴ったらどう？さあアタック。結構殴るのありなんじゃないかな。多分通すよね。お、2体ブロックはめっちゃ美味しいぞ。それだったら鏡割りの具はできます。まあ向こうもギックスがいたということですね。まあ2体ブロックして片っぽやられる感じでしょうか。除去食らうんかな。お、食らわずにパンもらいます。いいですね。それでは、まあセオル行きましょうか。さあアタック。ターン終了。でおそらく絶望将来があるのかな。そこは銀行破りで。あー、リリアナか。まあでも一緒ですけど、それだけで済むんであれば。さあ登場してカード引く。
これはめっちゃ強いぞ。さあ絶望将来。さあアタック。まあ、ターン終了でいいですかね。はい、対戦ありがとうございました。さあ土地を出して、さあ収穫者出してターン終了。まあ先行なんでね、ちょっとゴリゴリと攻めていきましょう。さあこうしない、ターン終了。これはさすがにシェオル持っていかれますかね。どうしよう、これは別にいいか。やっちゃおうか。さあアタック。さあ次土地くればね、3枚半ですとかいけるんですけど。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ戦慄の遁走、さあ聖壇の銀行破り。あら否認引いてましたか。マジでめっちゃいい感じで引くね。参ったな。収穫者出してターン終了。さあチトークンでカードを捨てて引きます。結局土地かい。さあアタック。さあ銀行破り。
き消し。そいつはダメだ。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。グリクシスミッドレンジということで、まあ、前回のちょっとカウンター増やしたタイプでちょっとハンデスあるこちらのタイプの方が、まあ、あとシェールが3枚入ってるっていう感じですね。こちらのタイプの方がミシック隊では今勝ちやすいのかな。多分全部勝った、1回負けた、うん、かなり勝ちやすかったですね。やりやすかった、うん。はい、まあそんな感じでグリクシス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。